北洋島とは、小笠原諸島の火山列島の一部をなし、口術する噴火朝根を火山帯とした頂上部分が海上に出た火山島である。東京都小笠原村に属するが現在は無人。欧名はサンア・アレキサンドロ島。北、伊洋島周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 東京の南約1 2 0 0キロメートル、父島の南南西2 0 7キロメートルに位置し、火山列島の最北端の島。東西約 2.1km、南北約 3.3km、標高7 9 2メートルの坂木が峰を有する。明治期から太平洋戦争まで、主に母島からの移住者が集落を作り、生活していた。 絶滅の恐れがあるとされ特殊鳥類に指定されている島ハヤブサの生息地である。北、硫黄島は海底からそそびえる海底火山帯の一部をなすが、島の西側に直径8 2トル程度の埋没したカルデラらしき地形があり、島はカルデラ形成以前より存在した山体の可能性がある。また、このカルデラの西側に 水深100から160メートルの平坦面が形成されており、これは最終表記の島棚と考えられている。山体は浸食が著しく、山頂付近に河口は残っていない。島での噴火の記録はない。北、硫黄島を乗せる海底火山は噴火浅根と呼ばれ、カルデラ壁や川火山がいくつかの峰をなす。カルデラ中心は、 北の岬の西方約5キロメートルに位置する中央下高級で、最浅部でマイナス1 4ルの標高がある。北、硫黄島に現在火山活動は確認されていないが、噴火浅根は有史に記録が残る、かつ火山に分類されている。玄武岩室の清掃火山で、山体の体積は3 3 3 8キロ立方メートルと富士山のおよそ6倍に及び、 そのの面積はおよそ2倍に広がる。海洋堤からの標高は5,500メートルにも達し、この規模は日本の活火山の中で最大である。中期更新予に活動し、約14万年前まで活動した。1780年以降にも活動記録がある。海と組山は北、洋島の北北西約80キロメートルにある海底火山。 サイアサベイの標高はマイナス95メートル。活火山に分類されている。絶海の古島であり、明治期以前の詳細な歴史記録は残っていない。現在までの調査から、石器時代頃にマリアナ諸島から渡った住民が定住していたと考えられている。1543年、スペインのサンファン号が北、硫黄島を発見したと記録されている。 1891年9月9日、東名を北洋島とし、東京府小笠原島町所属とする。1898年より、漁を目的に母島からの移住が開始された。この際、開拓を指揮したのが、石野の平野城で、後に、島内の石の村の村長となった。開拓民によって、石の村と西村という二つの集落が形成された。 戦前の最盛期には2集落合わせて人口は約220人を数えた。当時はサトウキビや野菜の栽培、カツオ漁が行われていた。その後等の経営を養島麻生会社が行うようになった。大正期に現地の駐在所警察官が見つけたという魔性石器の石腐三点が東京帝国大学に寄贈された。以降、 幾度かの調査によって一世紀頃とされる遺跡が発見され、石の遺跡と命名されたが、調査は不十分なままとなっている。1939年、第二次世界大戦勃発。この時の島民は103人であった。1941年12月には太平洋戦争が勃発した。1943年には東京都政が施行され、東京都の所属となる。 翌1944年になると、太平洋戦争激化のため本土へ強制疎開が開始された。疎開時の人口は90人だった。また、島の守備と周辺の不時着機及び遭難船船の乗員の救助を任務として、大日本帝国海軍により、北、伊王島派遣隊が派遣された。1945年8月15日に、 太平洋戦争が終結すると、同年9月5日に派遣隊は、魚雷艇にて撤収し、それ以降も島民が戻ることなく無人島となっている。1952年、サンフランシスコ条約によって、アメリカ軍の軍政下に入る。1968年、アメリカ合衆国より返還され、東京都小笠原村に属する。1991年7月に、 マリアナ文化の影響を受けていると見られる、石器時代の石の遺跡が発見され、石符や土器片が採集された。車古外の炭素14年代法で2000年前との結果が出ている。2007年6月18日に国土地理院による故障が北洋島から北洋島に変更された。第二次世界大戦による集団疎開前、北。 硫黄島には二つの集落が存在した。2017年時点でも国土地理院所管の地図上には集落名が記載されている。島周辺は常に波が高く、船の接岸は困難である。周辺には丸根、丸根南小島が存在する。かつて榊が峰の長部の平坦面には放牧場があった。2009年7月22日海帰日食の観測が、 島近海の戦場から行われ、日本放送協会が中継放送した。ありがとうございます。